ルールなんてね、孝太郎くん、はい、ぶち壊せ。加藤浩次と小泉孝太郎のぶらり旅、日本一の街で一番の飲食店を探す。一番だ。俺も20年ぶりぐらいでめっちゃうまそうなんだよ。この人混みをかき分けていくわけですね。米が全く見えないじゃない。あ、うまい。日本一番旅、木曜夜8時、カールズバー。小泉じゃなかったら言ってましたっけ。